ちょうどコロナが本当流行り始めた頃だったので、ズームでオーディションっていうのを初めて、全然何考えてるかもわからないし、反応も何もわからないので、日本語と英語を使い分けて、なんかそういう映画見たことないじゃないですか。まず英語と日本語の使い分けがあって、日本語を使ってる時は嘘を言わなくて、英会話のレッスンの間はもう好き放題嘘をついていいっていう要素プラス、マスクをつけてる時は正直びっくりしたんですね。なぜかというと、オーディションの時にちょうどコロナが本当流行り始めた頃だったので、ズームでオーディションっていうのを初めてやっていて、もう全然何考えてるかもわからないし、反応も何もわからないので、もうダメだっていうふうに思っていたので、時間が多分すごいスケジュール的にパツンパツンだったので、本当お芝居以外の話も一切せずにオーディションが終わってしまったので、一体何を見ているのかと思いましたけど、でも堤監督はそのズームだけで主演とかキャスティング全部決めたんだと思います。なので逆にすごいなって思います。脚本読んだ時は正直全然やっぱ想像があんまり、ね、しなきゃいけないんですけど、なんか一体これはどういう風な映画になるんだろうっていう、なんか正直全然わからなくて不安でしたね。いろんな要素が多分入ってるんですけど、その現場に入ってお芝居していくと、堤監督が、これはこうだからこうだってすごい説明してくれて、その要素をちゃんと明確にしていくみたいなことをこうやっていったっていう感じです。撮影は、楽しかったですね。なんかいろんなほとんどロケかな、全部ロケだったので、なんかいろんなところ行って、普段行かないじゃないですか、東京住んでると。だから観光気分でしたね。あともうキャストみんな本当に面白い方ばっかりで、撮影が多分9月とかだったんですよね、2年前の。なのになんか堤監督が雨男で、すごい雨が降るんですよ、ロケ中で。そんなに自主映画だし、そんなスケジュールも取れなくて、予備日とかもすごい使い切ったみたいな作品だったので、それが大変でしたね。嘘ついたりしたり、あと日本語と英語を使い分けて、なんかそういう映画見たことないじゃないですかだからなんかどうなるんだろうっていう、なんか不思議な感じだったんですけど、完成してみたらなんかすごい、なんかこんなにこんな要素をうまいことこう巧みに作った映画は本当にないなと思って、すごい面白いって思いました。本当にポップな映画だなっていうふうに完成した時に思って、そこがすごい魅力だなって思いました。なんかこうコロナ禍で、ね、イメージするとやっぱ暗い映画だったりするんですけど、そのこうマスクを巧みに使うっていうことに関してはずば抜けて面白い映画だと思うので、まず英語と日本語の使い分けがあって、日本語を使ってる時は嘘を言わなくて、英語を喋って、その英会話のレッスンの間はもう好き放題嘘をついていいっていう要素プラス、マスクをつけてる時はその本心を言っているのかそうでないかっていうことをぜひ劇場で確認してほしいです。それはお客さんが決めることなので。後半の方にみんなで、浅草観光行くんですけど、そこで飲むビールのシーンですね。あそこはぜひ見どころですね。マスクを取ってビールを飲むっていうシーンが本当に広告のように、はい、ハイスピードで撮っていますので、そこが見どころなんですかね。久しぶりにみんなでお酒を飲むっていうコロナ禍でそういうシーンなんで、もう皆さん懐かしいかもしれませんけど、その時は本当に本当に飲みに行ったりできない時期だったので、画期的でしたよね。確かに、はいはい。
みんなで飲みに行くことが OK になる時代みたいな、うんうんうん、なるほど、ね、すごい印象的でした、はい。もう一つの言葉、もうすぐ劇場公開いたします。コロナ禍の、男女が、こういろいろ苦戦しながら葛藤しながら、でもコメディでとてもポップな映画に仕上がっているので、ぜひ楽しんでください。すごい楽しめる映画だと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひ劇場でお待ちしてます。